ホセアントニオレジェスカルデロンは、スペイン王国セビリア兼、ウトレラ出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。ヒターノの両親のもと、セビリアの郊外にあるウトレラに生まれ、10歳の時に、セビージャ FC の下部組織に入団した。1999から00シーズン、セグンダディビジオンのセビージャアトレティコでプレーしながら、レアルサラゴサ戦で16歳にして、 トップチームデビューを果たした。2001年夏にトップチームがプリメーラディビシオンに昇格すると2001から02シーズンは開幕からスタメンを任され、レアルバリアドリード戦でドリブルの独走から美しいゴールを決めた。トップチームに在籍した4シーズンで86試合に出場して22得点を記録し、他クラブからの興味を引く存在となった。 セビージャのホワキンカパロス監督は、レジェスの残留を希望したが、2004年冬の移籍期間に1050万ポンドの移籍金で、アーセナルに移籍した。2004年2月1日のマンチェスターシティ戦でデビューし、カーリングカップのミドルスブラ戦では、オーンゴールを記録した。初めて相手ゴールに決めたのは、FA カップのチェルシー戦で、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝でも、再び、 チェルシー相手にゴールを決めた。2004から05シーズンは、開幕から6試合連続で得点し、前シーズンから続く無敗記録の継続に貢献したが、中盤戦以降は不審にあえだ。両親と兄弟も揃ってイングランドに引っ越してきたにもかかわらず、2005年初めにはホームシックにかかっていると報道され、ロンドンのどんよりとした気候や異文化に適応することが困難で、 あると発言した。2005年の FA カップ決勝、マンチェスターユナイテッド戦では、イエローカードを2枚受け、同大会決勝戦の歴史上2人目の退場者となった。シーズン終了後には遺跡も取り沙汰されたが、新たにクラブと6年契約を結び直した。2005から06シーズンのアーセナルは、チャンピオンズリーグを順調に勝ち進み、レアルマドリード、ユベントス、 ビジャレアルなどの競合が彼の獲得に興味を示した。FC バルセロナとの決勝は、試合途中から起用されたが、1から2で敗れて、準優勝に終わった。2006年夏の移籍市場が閉じる直前、ジュリオ・バチスタとのトレードでレアル・マドリードに、レンタル移籍し、9月17日のレアル・ソシエダ戦で、フリーキックによって移籍後初得点を決めた。シーズンを通して、 顕著な活躍を見せることはなかったが、マジョルカとのシーズン最終戦では0から1トレスの場面で途中出場し、2度ゴールネットを揺らして優勝に貢献した。2007年7月8日には、ベルント・シュスター新監督が就任し、レアル・マドリードへの完全移籍が決まるかと思われたが、7月30日には移籍金1200万ユーロでアトレティコ・マドリードと4年契約を結んだ。 プレシーズンマッチのラツヨ戦でデビューし、1得点1、アシストの活躍で、アムステルダムトーナメント優勝に導いた。しかし2007から08シーズンは不調に終わり、マキシロドリゲスやシモンサブローザからポジションを奪えず、26試合に出場して、無得点に留まった。2008年8月8日、ベンフィカにレンタル移籍し、ベンフィカは、 彼の保有権の25%を265万ユーロで獲得した。プレシーズンの平ノールト戦でデビューし、9月28日のスポルティング CP とのリスボーンダービーで初得点を決めた。その直後の UEFA カップ1回戦、ナポリ戦でも貴重な得点を決め、勝ち抜けに貢献した。2009年夏にアトレティコマドリードに復帰し、 2010年1月9日のバリアドリード戦ではロングレンジからミドルシュートを決めた。1月18日の UEFA ヨーロッパリーグガラタサライ戦ファーストレグでは22分にフリーキックを直接決め、セカンドレグではディエゴホルランの決勝点をアシストして勝ち上がりに貢献した。3月28日のレアルマドリードとのマドリードダービーでは、 ペナルティエリア右側から左足で巻くようなゴールを決めた。2010年8月27日に行われた UEFA スーパーカップでは UEFA チャンピオンズリーグ王者のインテルミラの相手に先制点を決め2から0で優勝を果たすとともにマンオブザマッチに選ばれた。しかし2011から12シーズン途中にグレゴリオ・マンサーの監督との確執からベンチに座る ことが多くなり、移籍を希望した。2012年1月5日、セビージャ FC に移籍金350万ユーロで移籍し、8年ぶりに古末の復帰を果たした。1月8日に行われたラーヨバジカーの戦で、セビージャの選手として、再びデビューを果たした。セビージャ復帰後は、バックアッパー及びチームの精神的支柱として、うなえめりの下で、 UEFA ヨーロッパリーグ3連覇に大きく貢献。しかし2015から16シーズンには、中水炎の手術などの影響もあり、契約自動延長の目安である出場時間を超えられず、大弾となった。2016年6月28日、RCD エスパニョールへ自由遺跡で加入。エスパニョールでは、ベンフィカ、アトレティコ時代に続きキケフローレスとタッグを組むことに、 なった。2018年1月30日、リーガ2部のコルドバ CF へ自由遺跡で加入した。2018年6月6日、中国2部の新京天山有機票へ加入した。2019年1月22日、リーガ2部のエストレマデューラ UD へ加入した。シーズン終了までの短期契約。2019年6月1日、故郷のウトレラの高速道路で、 メルセデス・ベンツ S550 を運転中に右後方のホイールが破損したことによる交通事故を起こし車が炎上。レジェス自身と同乗していた親族1名が死去した。去年35歳。この不法を受け、事故の直後に行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝とテナム対リバプール戦ではキックオフ前に黙祷が行われた。なお試合会場は くしくもレジェスが在籍していたアトレティコマドリードの本拠地エスタディオメトロポリターノだった。事故発生直後から少なくとも時速時速 187km で走行しており、スピード超過が事故原因と報じられていたが、捜査にて時速時速 237km に達していたことが判明した。事故原因についてレジェスは、 当時乗っていた s 5 5 2数ヶ月間登場して、おらず、タイヤの空気圧が不十分のまま、スピード超過した結果、タイヤが破裂したと結論付けられている。事故後の2019年6月22日、レジェスの息子であるホセアントニオ・レジェス・ジュニアが、父の古巣、レアル・マドリードの下部組織に入団、父と同じサッカー選手の道を歩み出している。 2002年7月には UEFAU-19 欧州選手権で優勝に貢献。2003年9月6日のポルトガルとの親善試合で、ラウル・ゴンサレスとの途中交代で出場し、スペイン代表デビューを飾る。イ木キサエス監督の下 UEFAU ロ2004予選のアルメニア戦で2得点する活躍を見せたが、本大会出場メンバーから外れ、大会後に、 自分のキャリアに傷がつかなくてよかったと語って、物議を醸した。2006FIFA ワールドカップ、欧州予選には7試合に出場し、本大会参加メンバーには自ら希望した背番号を10で登録された。本大会直前のエジプト戦で、直接フリーキックを決めてアピールしたが、消化試合となったグループリーグ3戦目のサウジアラビアとの1試合に出場したのみとなった。 その後、同じポジションであるダビド・シルバやサンティ・カソルラなど、対等もあり、UEFA ユーロ2008の登録メンバーから外れ、同大会予選以後は、代表に招集されることはなかった。ありがとうございます。